かぐや様は小倉坂ラブストリート、リスナーの皆さんの悩みに古川鈴木がズバッと物申す、意見を聞かせて。リスナーの皆さんの悩み相談に答えていきますが、はい、ちょっとメールの内容が重すぎてタイトルコールがガラりましたちょっとね、大変ですよ。なるほど、ちょっとね頑張ってね、はい、やっていきたいですけど、もちもちよむぎさんからです、はい、いただきます。大学生男子です。お、先日気になるあの子とドライブデートに行き、帰り際に告白しました。あら、断られることも覚悟していましたが、うん、完全に予想外の返事が返ってきました。何？その子が言うには、彼女持ちの男友達 A 君と浮気をしているとのことでしたA 君は僕たち二人の共通の友人であり、彼女がいることは共に知っていましたが、あの子は彼女がいても A 君のことが好きだったらしく、何度も体を許してしまっており、共依存のような関係になっているみたいです。 A 君のことがなければ僕と付き合っていたとも言われ、もう自分でもどうすればいいか分かりません。大人な男性であるお二人の意見を聞かせてもらえませんか。重てこれどうするよ。いやー、整理すると、うん、あの子がいます。あの子がいます。私はあの子が好きで告白したら、うん、あの子は僕とも友達の A 君と浮気していたと、うんうんうん、彼女がいる A 君と、うん、この彼女がいると、うん、どうですかこのビバリーヒルズ状態。やばいね。整理できました。あ、はい、整理できました。できました、できました、あの子、はい、あの子ね。考えてみてごらんよ、鈴木くんが恋しているさ、はい、ショートカットのさ、はい、ノースリーブワンピースの女の子がさ、あ、うん、鈴木くんの友達とさ、彼女持ちの友達とさ、やだやだやだ、嫌すぎるまあでもしょうがないよね、好きになっちゃってそれ分かんなかったんだから。そうだよ、俺はまずは、うん、A 君すげえなーって俺は思うよ。うん、まあ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 、すげえなー、まずモテんだなー、おめえの顔くれ、ね、顔と頭くれ。こいつがとにかく、まあ、一番やばいのは多分こいつなんだけど、 A 君なんだけど。ああ、そうだね、浮気してるから、ね、そうだね。でもそれをまあ知っていて浮気するね、あの子もまあ同罪っちゃ同罪なのかな。うん、これはさ、うん、俺は僕は思うんだけどね、はい、まず A 君がルール違反をしているわけだ。はいはい、うん、でルール違反を承知の上であの子は付き合ってるわけだ。うん、となってくると、よもぎさんはそのルールにもうとらわれなくてもいいのではないかと。と言いますと、もう一度もうちゃんと口説き落として迫ってみろ、もう。ああ、うん、その上で考えを改めて、それっきりにするのか、まあ多分それっきりにはならんだろう、これは。そうです、ね、ならんが、うん、おそらくあまりいい方向には俺は進まんと思う。うん、うん、その上でこれを一つの経験として今後の糧にするしかないよ。すげえ拍手してる。すごい、素晴らしい、いいご意見です。ああ、なるほどね。アニプレ天野さんはその意見に大賛成のようです。経験者やったことあるのか。 あるんですね。やられたことあるか。だからそれで、まあ、結局、うん、やっぱり好きって言うんだったら、うん、っていう時の場合も考えると、やっぱり好きっていうのはその、よもぎもちさんがどうしてもやっぱこの子のことがいいと。いや、多分忘れられないと思う、うん、この子がいいってなった時に、うん、まずそのあのまあまあ A 君友達だけど、まあ今悪いことしてるけど、うん、その子のことを悪く言うのはまずやめた方がよくて、うん、っていうのもこのね、あの子の A 君に対する気持ちを否定すれば否定するほどですね、ロミオとジュリエット効果というものが発動します。あ、経験あるのか。発動します、うん、人は否定されれば否定されるほど逆に燃え上がるっていう研究も出てますので、うんうんうん、まずはその A 君のことを悪くのはやめて、逆にまあまあまあ、あいつはいいやつだよと、うんうん、それでもいいやつなんだよっていうことをちゃんと言っといて、すごく相談に乗ってあげる。あの子の相談にの一番、そういう相談が一番できる友達になっておく、うんうん、といつか振り向いてくれるかもねっていうチャンスが訪れるはずです。ちいちまきちゃんよ。
ね、あのそうですね、街なんで巻きちゃうんですよ。うん、まあそうなっちゃうんですけど、うん、それがでも本当にあの子がいいんだったらそれ取る方がいいと思いますね。本当にものにしたいんだったら、うん、か、そういうことですね。ああ、なるほどね。でも、うん、でも本当に、まあ、本当のこと、だから逆にそうか、これであの子のことを我々が否定しても、僕このもちもちよもぎさんにロミジュリー効果が出るから、それ別にいいんじゃない？いいのか。そんな数式みたいに考えなくてもいいよ。うん、あの、とりあえず、うん、これからどうしたいかだと思うんだけど、多分諦めたくないと思うのさ、ね、あの子のことをね、よもぎさんは。だから、もうアプローチを続けて、行くのが多分その一番無理がないことだと思う、うんうん、でアプローチを続けた結果、さっき鈴木くんが言ったさ、うん、あのやり方でもいいと思うし、うん、でそれでその万が一ね、その懐に飛び込んで行った時にさ、はい、その時にあのなんだろうな、相手の女の子、あの子を、うん、あのごめんと、うん、俺だけのものになってくれと、うん、そういう風に言ってあげたりとかした方がいいんじゃないかな。わかんないけど、うん、結局さ、うん、あのなんだろう、どこに惹かれて、はい、A 君のどこに惹かれてそうなってるのかっていうのは今現在分かんないけど、うん、同じような立場では決してよもぎさんはないかもしれないけど、よもぎさんの中の光るものをあの子にこうちゃんと掴ませてあげればいいわけだから、そうなるまではもう必死にボコボコにそのA 君の愚痴とかを聞かされるほかない。そうね。そうですよね。うん、で その話をずっと聞き続けてくれた結果、もちもちよもぎさん、あ、すごくいい人だなって思ってもらえたらいいよね。そうだね。ああ、持久戦だ。もしくは同情戦だ。頑張って、ね。精神力の貯蔵は十分か？頼むぜ。これから辛い戦いになるぞ。なんかあったらまたメール送ってくれや。そうだぞ。何があっても、お前は間違ってなかった。間違ってないよ。大丈夫だ、頑張ってけ。我々は味方だ。そうだ。思って。これ昼間更新っすよね。昼間、まあもうなんか、うん、そうだね、まあ、昼ドラみたいなもんか。でもまあでもね、なんかこういう恋の形ってね、やっぱありますよ。うん、そ影屋でもね、片鱗は見えてますから、それも。よくやるよ。やれやれやれ。いや、みんな頑張っていきよ、ね。うん。大丈夫。未来は明るい。強く。強く。ということで、皆さんからの悩み相談は募集中です。番組のメールフォームから受け付けております。ぜひ送ってください。さて、ことでエンディングのお時間でございました。いかがでしょうか、はい、もうあのだいぶ気持ち的には重くなりましたけど、うん、まあそんなこと言っててもですね、今週末は本当最終回ですから、かぐや様がこれでよく。まあそんなね、この重たい空気もきっと最終話を見れば吹き飛ぶことでしょうよ。なんかその期待のかけ方は違うと思う。なんかでもあのさ、すげえさ、結構回してるからさ、サクッといい、はいはい、サクッとでいいって言われてるんだけど、はい、それでもなんかちょっと希望の出る言葉を言って終わろう。あ、なんか希望がね、希望が出る言葉をね。なるほど、いやでも本当、かぐやと白金はあのすごく綺麗な恋愛してますから、あの本当に本編最終回見てくれたらやっぱマジで浄化されると思います。語彙力がもうねえじゃん。語彙力がねえじゃん。いやでも本当にそうですよ、うん、なんか恋愛って本当にね、なんかこう辛いこととかもあるんだけれども、うん、そのなんか一番いい輝きっていうものを最終回でね、うん、なんか見ることができるんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、はい、もうみんなのね、その輝きがあらんことをというふうに思いながらですよ、このラブストリームをお送りさせていただいておりますね。まあなんかこう来週以降もあるみたいです。はい、わかりました。はい、まあ、なんでぜひぜひあの、はい、メールの方もですね、あの募集させていただいておりますので、ね、まだまだね、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあね、うん、綺麗な未来に、綺麗綺麗しましょう。綺麗な未来にね、はい、輝く未来にレッツゴーということで、お届けしたのは白金みゆき役の古川誠と石上由役鈴木亮太でした。はい、また次回。